宝ホールディングス株式会社は、京都府京都市に本社を置く、日本酒を中心とした、種類製造メーカー宝酒造や宝バイオなどを、参加に持つ、持ち株会社である。宝酒造は、CM や広告等では、宝や、宝というふうに表記される。日経平均株価の構成名柄の一つ。なお、本校では、宝酒造株式会社についても記述する。2002年。 持ち株会社化とともに、宝ホールディングスに称号を変更した。現在の宝酒造株式会社は、バイオテクノロジー関連事業の宝バイオとともにこの年設立された事業主会社である。環境活動は大切なものと考え、1979年に、北海道札幌市の豊平川に酒を呼び戻そう。と、カムバックサーモンキャンペーンから始まる。 自然保護活動を行っている。かつて、伏見工場松戸工場間の製品輸送で活躍していた、宝珠像の鉄道輸送用私有コンテナ。旧国鉄が認定して、千葉県の城南通運が所有と輸送を担っていた、12フィート型5トン、積み、みタンクコンテナ。1989年12月30日、大阪府、旧、くだらかもう駅にて、 松竹葉や、みりん、焼酎などを製造、販売している。中でも、焼酎のシェアは、主力商品である、純の発売から、現在まで、主位の座を維持し続けている。また、初めて缶ハ杯を発売したことでもその名を、知られている。車掌は、創業期からの主力商品である、宝上酎のラベルに用いられている。宝がそのまま使われている。 1953年、愛媛県製レ連からの要請で、宝ポンジュースを発売。これが、宝酒造が手掛けた、最初の飲料である。また、宝ビールというブランドでビールを製造、販売していたこともあったが、同業他社との販売戦略に敗れ撤退し、生産設備は、札幌ビールと、キリンビールに、売却、2006年まで、ノンアルコールビールを製造。 販売していたが、それを含むソフトドリンク事業から全面撤退した。このことは、テレビドラマ、弟の劇中でも、当時の社長が石原雄二郎と CM 契約を取り付けるシーンで語られている。その後2000年に、海外生産による、宝キャンチューハイ、サワーモルトで、発泡酒に参入し、2001年に、酎ハイロを消した、ドライモルトに、 リニューアルするのほぼ即時撤退となった。石原プロモーションとの関係、石原プロモーションとの関係が非常に深く、石原裕次郎、渡り哲也、立ち博士などが CM に出演している。1970年、石原裕次郎が小畜梅の CM に初出演。同社がスポンサーとして提供した石原プロ制作の TV ドラマ、西部警察では、 大門軍団が祝杯をあげる際などに宝酒造の樽酒が登場している。また、日本全国縦断ロケでは、パート2第26話、北斗の叫び、カムバックサーモンで、札幌工場、パート3第49話、京都、幻の女殺人事件京都編隊では、伏見工場で、ロケが行われ、その当時の社長であった、大宮隆が、 本人役として出演している。また、1983年に石原良純が番組に登場した際には、自社の小中、純と彼の役名、純をかけて彼を CM キャラクターにし、役者と商品のダイアップ的なプロモーションを展開している。聖主小畜梅との関係神戸な大里の酒造家である。 個人経営の井上信次郎は1924年に松竹梅を誕生させたが、1933年には経営困難に陥った。その後、宝酒造側が井上を支援する名目で、新会社松竹梅酒作りを設立し、参家に収めた。その後、松竹梅酒作りは、宝酒造の参家を離れ独立経営に移行するが、松竹梅のブランドは、 宝酒造側に残り、現在に至る。なお、小竹梅酒造りの製造する製酒は、奈良一のブランド名で販売されている。乗船焼竹梅の一升瓶ほか、多数平成14酒造年29、酒造年宝ホールディングスは、自然災害の被災地の復興支援、救援物資の提供に、積極的に取り組んでいる。これまで1995年の阪神、 淡路大震災や2004年の新潟県、中越地震などの際にも義援金をそれぞれの被災地に寄付した。また、以下の支援活動も行っている。2020年4月新型コロナウイルスの感染拡大で需要が増していることを受け、放手像は、出資用のアルコール消毒液やエタノールを医療機関などに提供すると発表した。種類用や工業用のエタノールを 月9万リットルを厚生労働省などを通じて医療機関や高齢者施設などに供給する。継続中のものは太字で表示。一社提供複数社提供。ありがとうございます。